フライボーでございます。フライボーです。ギターとベースの音楽ユニットです。今日の抱負はタズ編です。です。なんかこういうおまわりなったね。こまわりくん、こまわりくんだっけ、だっけ、死刑、あれ死刑、死刑だっけ、死刑なんかあったよね。ガキデカか、あれあれ俺ね、これしか覚えてない背景を覚えてない。俺は死刑だと思ったな。ほんと死刑は、なんだっけ、えガキデカ、死刑は、死刑はおそ松さんだよね。おそ松、おそ松くんか、おそ松、おそ松くんの中のイヤミ。あ、イヤミ、うん、イヤミ。ゴジラやるの知ってる？え、そうなの？知らない知らない。怪獣と大決戦だったかな、うん、そんなやつのとこで、うん、ゴジラが勝った後に死刑をする。へぇー、はい、知らない知らない。え、映画じゃなくて？映画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 。あ、そう、それは知らない。なんか当時のドンピシャだったかなんからしくて、こういうのあるよ、意外にゴジラ。へぇー、ゴジラ空飛べたりするんだよね。そうなの？意外になんかね、尻尾なんか丸めてね、やるんですよ。へぇー、そうなんだ、うん、意外にね。やるわね、あの人たち。東映かな、あれは東映、うーん、どこだろう、東映と松竹があるの、あれって、ああいうのって、うん、俺も東映東宝松竹ぐらいしか知らないんだけど。東映じゃねえのあれって、うん、あ、大映とかもあった、あの時代は。あったかもしれないね、きっと中の人今。俺本当にゴジラファンなのかなみんなあやふや、あやふやだったかなどっちかってね、ゴジラやっぱ俺ウルトラマン派だから。ウルトラマンだからね、うん、それしょうがないです。あそこは派閥が分かれるところだからね。今はミニオンですよ今はミニオンね、そこに隠れてます。5人、5人ほどいます、ね、こっちを見て。5人5体人じゃないかな、人かな、うん、5人、5人いますわ。女の子1人、ビキニのね、あの男の子だよ。あ、そうなの嘘、男なの。だからオスメスがなんのかな、基本なんかオスっぽい。だって してるやん、あれね、なんかしてるやん、うん、そう、ブラジャー的な、水着の上的なのしてるやん。すごい、俺の黄色と一緒だねこれ、あのね、ミニオン大脱走っていうシリーズね、ミニオンシリーズの中の一番新しい方で、うんうん、あの主人公の人間のグルーってやつがいるんだけど、うん、それの生き別れの双子の兄弟がいて、うん、でそいつが超大富豪で、うん、なんか島にいるんだよね、うん、そこに行く時になんかこんな服で遊んでた、うん、確かそんなシーンがあって。まあどこから首でどっからがおっぱいかっていうのも分かんないからねまあいそんなに俺も掘り下げるつもりはなかったんだけど、うん、首はね、あのね、今日はタズ編です。あ、そうです急に本題に戻る。まあ2019年、明けまして、うん、タズ K さんは、はい、何をやるのかなと、はい、あのね、まあ前回あのアキムが後半で結構言ってたんですけど、うん、まあ前からねやりたいことはあったのよ、うん、何かっていうと、うん、せっかく YouTube に弾いてみたとかなんとか、うん、まあいろいろ含めてあげてるんだけど、うん、秋もほら週1やってたし、月1はまだやってるでしょ、うん、やってる。週1はちょっと一回休憩になっちゃったけど、うん、でじゃあ俺もなんかそういう何かをやりたいなと思ってて、うん、まあぼんやり考えてたんでね、うん、でもじゃあ練習フレーズを週1で考えてあげてみようとか、うん、月一で新曲を上げてみようって、うん、なんかね、せっかく個人チャンネルなんだから、うん、もっとなんか縛られないで遊んでみてもいいのかなと思って、うんうん、ということでね、今年はねちょっと YouTube の投稿回数をね、うん、増やします、うん、で何を増やすかっていうと、うん、もういろいろです。例えばもうギターをまあ弾いてみたらでもいいし、うん、あと自分でこういうオケを作ってみたとか、ね、そのオケに合わせて自分でギター弾いてみたとか、うん、まあカバーであれ、うん、自分なりの新曲であれ、うんうん、とかもう時にはもうギターさえ弾かずに、うん、もうダウでこういうの作ってみました、誰か歌乗っけてみませんかとか、うん、
なんかそういうアプローチしてみたりとか、なんかねもっとねあのそういうなんか区分けにとらわれなく、うん、もう何でもやっていこうかなと思って、うんうん、もうシームレスとかね前回あきみ言ってたけど、こういう縦に割らないで、うん、じゃあ今月はもう DAW で遊んでみました、うん、で次回はじゃあちょっとギター弾いてみますっていうのをねなんかねいろいろちょっとやってみて、でまた面白いのあったらそれをスケあのシリーズ化していこうかな、うん、まずとりあえずやってみようと、うん、とってもいいあかなと思って、やっぱやるのはねでかいよ、そう実際でやってみてできなかったらやめれからね、うん、そうそうそう、もう自分の個人チャンネルなんでやめりゃいいなと思って、うん、そうそうそう、まずなんか今これをやりたいからこれをやるっていう姿勢をね、うん、ちょっと出してみようかな、せっかく今ねなんだかんだってね16万とか17万くらい回ってるんですよ、わありがたい、すげーなー、見てもらって、でチャンネル登録者ももうとりあえず見桁いってるんで、そのせっかく登録してくれたのにこの人なんだよこいつ全然あげねえやんけってなるのも なんか申し訳ねえっつうの、そうだね、したらなんか定期的に、だからアキモが月1新曲が1日でしょ、うん、あと、まあ、15日絡みで上げてる人も結構いるんで、うん、そういうあの締め的な感じで、そうね、うん、だからね20日25日あたりその隙間を塗ってねまああれだよねゴッドーみたいな霧のいい動画でね、うん、でも25だと今度はあの風来砲が入ってくるんで、ね、まあ20日とか10日とか、そうな、うん、そんぐらいを区切りにねちょっと期限決めて今月やりたいこと、うん、今やりたいことっていうのをねこういいんじゃない、うん、あの風来砲の曲の解説でもやれるんだよああそう、時にはだから一応ミュージシャンである、あのギタリストであることは忘れたくないんです、うん、そりゃそうです忘れられたら困るんです、うん、でもまあたまにはその DAW で特化してみて、うん、そのねこういうその時あの時あの季節新曲やる時こういう撮り方したんですよとか、うんうん、で自分ではインサートでこういうエフェクト入れてみたんですとかいうのも、うんうん、まあやりたければやればいいし、うん、まあだからやりたいように今年はね、だからやりたいようにやる、いいんじゃない、うん、とってもいいでしょ、うん、そうですよ、だからそっから何が生まれるかもわかんないしね、損はねえから、そうだよ、うん、それはそうよ、ひょっとして何か生まれたらまた大きなことだし、でシリーズができればシリーズ化したり、うん、だ再生回数を伸ばすというか、何かこう見てくれる人が、うん、チャンネル登録してくれた人が、あ新着出た、あ新着出た、あ今月の新着出たって、うん、でチラッと見てもらえれば、うんうん、で面白きは最後まで見てもらえる、そんな感じでね、回転とかにこだわらず上げていこうかなと、うん、いいんじゃない、思います、いいと思うよ、いたないもんね、うん、せっかくね、うん、三桁の人がチャンネル登録して、チャンネル登録したってことは俺の気からすると更新を楽しみにしてるってところがあるはずだから、うんうん、うちらは登録する側はそう思うわな、うん、新着を見逃したい、表示してほしい、そうそう、まだなんか新着出たらちょっと見てみたいなっていう気があるから、うん、チャンネル登録するんであって、うんうん、じゃあ、ね、ミュージシャンとしてそこら辺はちょっとやろうよと、うんうん、まあ、そんな感じでのんびりだけども自由にやっていこうかなと、あといろいろね、うん、まあ、風来坊もライブ今のところちょっとお休みしてるんですけど、うん、アキムもいろんなところで今ね、うん、ライブ出て、うん、月1回は最低でも出てるんで、出てますよ、月2ぐらいは平気、まず間違いなく出てるか、1、2かなね、うん、うん、なもんで今年もね風来坊もできればやりたいなーっていうのもあるし、うん、あと一応こんな私でも声かけていただけてるんですよ、うんうん、ありがたいことに、そういうのは大事にしましょう、そうそうそう、だからねそれも進めてできたら、ここでね一回告知とかする時代になったら非常に楽しいなと、ね、うん、思いますよ、うん、ライブやるんです、久々に来てっていうのを言いたいなとでもそのためにはやっぱ普段からの磨きを怠るとダメだからね、そう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 、
いざ抜いた刀が錆びてた話になりませんから。そうだからなんかこう継続して音楽のことをこう常に感じられてる環境は欲しいなと思いますよ、うんうんうん、でなんかちょっといろんなことあると音楽のこと忘れちゃったりするんで忘れちゃうっていうかほらあ今日はギター弾かなくていいかなとか、うん、今日はパソコン開かなくてもいいんじゃないとか、うん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 、そういう日もあるからなんかやっぱ1日1回ギター触って、うん、1日1回パソコン開いて、うん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 、1日1回ダブを開いてで、うん、いじるならいじるし、うん、いじらなきゃもうスッと閉じればいいしでもあのなんだっけそのね漫画にもなってる人、うん、漫画になってなってる人じゃねえ漫画家さん、うん、なんだっけ誰でもわかる心理学とかなんか、うん、誰でもわかる心療内科みたいなタイトルの、うん、結城優さんだっけなんかちょっと名前忘れちゃったわ、うん、その人の、ツイッターをフォローしてて、うん、でその人がねその時々1コマ2コマ1ページ2ページかの漫画をその上げてくれるんですよ、うんでそこでねプロになった人と、うん、プロにならなかった人のさ、うん、はその学術的な分析だと、うん、絶対的なのは練習よりも差なんだっておだからそのダウを使えるようになる使えるように な,、うん、ならないっていうのは、うん、そのダウに関わってる時間と比例するんだっておでそこまでやって才能があるかどうかの話になるらしいよ、うんうんもちろん最初からワンっていく人もいるからあえて増えてはあるからねあえて増えては足はあるからあの変な自分に合わないダウはどれだけいじっても伸び率も遅いと思うわ楽器とかもねでもそれはねなんか1日なんか必ずそれをやるっていうのはね5分10分でも違うと思う、うん、そうそうそうねえたまには忙しい日もあるよあるよ、うん、でも帰ってきてちょっとねギター弾いてパソコン開いてちょっとエフェクト1個差し込むぐらいのことやってみても15ミニッツチャレンジとかっていうあんだよねなんだそんな名前で1日15分決めたことやる、うん、だからその英語の勉強でもいいし、そのプログラムの勉強でもいいし、うん、ギター弾くベース弾く、うん、なんでもいいよ、うん、その1日15分、うん、その時間はだけは取りましょう、うん15分ってバカにするなかれと、うん、4日やったら1時間だからね、うん、ああまあそう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 、うん、1月やったらもっと大きくなるけどよ、うん、それはでかいよそうそうそう、うん、でかいよってそういうのもあるよそういう考えなるほどね、うん、あと2週間とかね2ウィークスチャレンジとかおお根詰めてねそうあのうんあのだからよくダイエットが続かないんですみたいな人は2週間だけやれっていうあのねお尻を決めるってね、うん、あの期限を切るっていうのは、うん、あの曲作りもそうなんだけど、うん、大変なこともあるんだけど、うん、でもあそこで終わると思うパターンもあるわけ、うん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 、だからダイエットああ2週間2週間ああでもあと3日で終わるあと2日、うん、あと、うん、あ明日美味しいもん食べれる好きなもん食えるっていうのもあるじゃないあるよ、うん、だから期限を切るってそういう意味でも大事だと思う結構大事よ、うんそういう方法もありますよそうだね、うん、そういうのも面白いね15分だったらだってできそうだどれがなるでしょう15分って、うん、何となる、うん、それはそれで楽しそうだ分刻みのアイドルじゃない限り無理でしょう、うん、ああできるでしょう、うん、できるできるえ俺アイドル、うん、違うあそれは何じゃないああびっくりした今話しながらおかしいまあいいけどさそうあと今年はねあの、うん、5本指の靴下をねたくさん履いておこうかなどうして、うん、あのね、うんなんか5本指の靴下を履いてる人はギターがうまいっていうね本当伝説があるんですよ俺も基本5本指であそうなの靴下あじゃあだ俺もやっとそこに追いついたんですよ5本指にでも俺ギター弾けねえよだからもう楽器がうまくなるじゃん5本指なんだろそんなのあんの、うん、そんなデータがあんの、うん、ファンネルのギタリストはみんな5本指あそうっていう統計があるんですよ 100% 5本指ファンネルのギターうまい人ばっか揃ってんじゃん、うん、みんな5本指入ってましたへえ。今年は僕も5本指履きます。いいんじゃないですか。はい、いいと思います。あれ気持ちいい。気持ちいいね。うんまあ、そんな感じで2019年もやっていきますので、はい私とフーライボと、ともどもよろしくお願いいたします。うん、ではまた次回ですね。はい、はい次回はあれですよ。予定通りだったら季節新曲ですね。あ本当だ。もう2月か。はい、2月ですよ。よろしくお願いします。どうなってるかな。ということで、はい、お楽しみに、はい、さよなら。